私はそんなあなたたちの計画を台無しにしたのに、どうしておとなしくそばにいてくれるのよ。今は私が教えた分だけ知っていればいいわ。図書館の成長に役立つという点が大事だから。どうかあなたの本が見つかりますように。図書館の招待状、なんだこれ。あいつでふざけたことなんてさせない。絶対に。この気持ちは本当であることが分かった。私たちは皆はねるの。やめろ、やめろ。耐えられると思うの。どういう形で私の願いが叶うのかは私にもわからないけど、ここでお前を手伝っていればわかるかもしれないって思ってるんだ。事情はどうあれ、やるべきことは頑張ってこなすべきですね。そうですか。私は時々気に障る音に感じますね。この取引には確かな終わりがありますから、できれば今すぐに放り出せと言いたいです。待って、急に近寄られたらびっくりするでしょ。何かを奪う力だけが本当に正しいのか。とりあえずここに腰掛けてコーヒーでも飲んでて。お前もまたそう考えるのであろうよ。私の信じていたものを壊したから。ただ誰かの話のせいで自分の話を諦められないってことだ。俺たちみたいに。私はあなたをよく知ってる。そばでずっと見守ってきたから、誰よりも近くで。こんな風に入ってくるゲストは初めてだな。まだその手袋を。本当に虫唾が走るね。